月給千秋は日本の女優。本名は日の爪菊江。実子は女優の月給夢二。実枚は月給、正美義兄は映画監督の井上梅二。広島県広島市で薬局の娘として生まれる。1942年に広島県立広島第一高等女、学校卒業後、姉の月給夢二と同じ宝塚。 音楽歌劇学校に入学する。1944年、宝塚音楽歌劇学校卒業。4月の初舞台直前に、宝塚大劇場は、閉鎖、海軍よかれんに接収され、舞台に立てないうちに退団。姉の夢二が、轟どき子に誘われて、轟の夫の牧野正弘が所長をしていた小畜、京都へ移籍すると同時に、月給千秋として映画界に入る。 芸名の逆球千秋は映画監督の牧野正弘が命名した。1947年、地獄の顔で映画デビュー。同年、松竹映画、花ある星座に姉の夢児、4歳の妹正美と3姉妹で共演して話題を呼ぶ。1948年、牧野正弘が設立した CAC に入る。この頃、ヒロポン中毒に陥っていた牧野正宏を 事実上の夫の医師山口ジカと共に支える。1950年、縦子ダンビラ出演。1951年、山口忠氏と入籍。7月から11月在米日系人の遺門公演に姉夢二と共に渡米し、各地を回るハワイ4島、ロサンゼルス、サンロゼ、フレズノ、サンフランシスコ、サクラメント、オークランド、ポートランド、シアトル、 スポケーン、ソルトレークシティ、デンバー、シカゴ、ニューヨーク。1953年東映遺跡。1954年、ただ春外伝日の車を満出演。1959年頃テレビに活動の中心を移す。1988年カトリック、正常教会にて、キリスト教に洗礼、舞台は、新宿駒、劇場。 島倉千代子賞や花と箱原作の芝居などに出演。2013年には、フランスのアート系、ウェブサイトレクロニークパープルで取り上げられた。ありがとうございます。